東京で一気に爆発するような気がするんだよなオークラ TV! ケーブ TV! ゲームチャンネル今日は日本ダービーの予想になりますはい、ついに来ましたねクライマックスクライマックス日本ダービーの予想だよ祭りだよ競馬の祭典だよやっぱりダービーウィークっつうのはね、特別なもんでね。 そわそわしちゃうし、まあ自分もね、盛り上げようとして、緊急配信の動画もね、流したり、いい動画だったと思うんだけどね、あれ1時間で作ったけどね。<laughs> そして、東京 G1、3連勝中、あるの東京 G1、全制覇に向けて、5週連続的中を狙っていきます。最高は多分4連続的中ってのがあったんですけどね、2021年かな。 4連続的中っていうのあったんですけどね。その時は、間に視聴者に乗ってみたももを入れて4連続なんでね。ジャパンカップから朝日杯まで、チャンピオンズカップも入れて4連続とっていうのあったんですけど、まあ、自力で5週連続的中狙います。ということで、本命成績1412復調率75%超えました。 そろそろ自分の本命を信じていい時だなと思ってますでは早速いきましょうか今日の馬場傾向完全にフラット馬場になりましたねまあ時計は先週とまあ変わらないような感じだと思うんですけどねあんまりペースが速いレースがなかったんでそうですねフラット馬場になりましたね完全に前も後ろも内も外も全部来るような エキサイティングなババです。では、ダービーの血統今回はね、あんまり血統で下げるってことはしないんですけどね。まあするかな <laughs> まあしてますね。してるけど、まあ今週も下げの方で。ダービーの血統でね、金亀孫。金亀系ってことですね。キン金亀雨葉直視じゃなくて、金亀孫ですね。 の成績0018と、まあ、一等も負けになってません。これはどうなんだ今年もね、レイデオロ、レイデオロ3区とかね、デラメンテ3区とかね、いますけど、まあそんなにいないか。シュガーくん、ミスター GT、サンライズアース3等ぐらいですかね。まあ、あまり良くないという感じですね。では、2024年。 競馬の祭典、日本ダービー、解体馬、一投目は、13番、新エンペラー、オッケー来たぜー新エンペラー俺が肯定だはい、新エンペラーですね。解体馬一投目は、まずあのー、前走負けさ、まあ、前走勝ってる馬よりね、負けてる馬の方が来てるんですよね。前走負けの着差、0.4秒まで。 過去5年、33313と。まあ、こんな感じでね、副賞率が40%超えてます。単腹回収値もま、480、125と。で、サツキ賞のみだとね、副賞率77.8%なんですよね。これがね、前走一着だとね、22019と。副賞率17.4%。だから、二冠するのって本当に難しいことなんだなと思いますよ。 まあ最近だとコントレイルぐらいですかね。エフフォーリアもダメだったし、そう、去年もダメだったしね。ドーデュースはダービーだけだしね、勝ってるの。まあ最近2冠が難しくなってますね。はい。なんでこの馬がいいかっていうとね、やっぱり点も速くてね、あの、気象も良くて、ポジションも良くて、まあこういう馬が恵まれやすいと。まあ枠は外目なんですけどね。まあ結構、 外にね、スタート早い馬固まっちゃってるんですよ。うちの馬で早いのはミスター GT ぐらいで、みんなうちが遅くて外が早いっていう枠順なんでね。10番からジャスティン・ミラノまで全部早かった気がするなそうっすね。外枠に固まってますね。2桁馬番に早い馬が固まってるんでね。ポジショニング力があるんでね、新エンペラ。しかも気性もいいんでね。 こういう、まあ乗りやすいって、坂井騎士も言ってたんで、こういう馬がね、恵まれやすいっていうね。そんでまあね、木村さんとかがね、まあ言ってた、あの東京競馬場が後ろがね、いいっていうの言ってたんですけどね。そろそろもう前かな、前っていうか、そんなに後ろで穴開けるっていうイメージがなくなってきてるんでね。そろそろ馬場戻ってきたかなっていう感じですけどね、自分の体感では。まあ先行馬がいいんでね、ダービー。 新エンペラーもね、4角4番手以内に入る可能性もあるんでね。だからまあ、目と思いますよ、新エンペラー。かなり。そして、弥生賞しょ12着のダービー成績。これ10年で。50211と5勝してるんでね。これはみんな気づいてないんじゃないかな、あんまり。あとね、やっぱ東京1800で下ろしてるっていうのもね、期待の表れでね、まあ、解消してるしね、東京1800で。 しかも東京で降ろしてるっていうのはね、まあ、クラシック見据えてる感じがしていいっすね、これは。そして、まあ自分はね、個別ラップで予想してるんですけど、まあダービーでラップが合ってるのは4頭います。これは東京コースのね、上がりの踏み方と、サツキショーの上がりの踏み方で見てます。その4頭は、まずはシン・エンペラー、そしてジャスティン・ミラノ、ダノン・エアズ・ロック、コスモ・キュランダ、この4頭です。 当てはまるのは、まあ、そこのラップのね、あのー、精度がめちゃめちゃ高いんでね。毎週毎週、副勝率かなり高いんでね。まあ、あんまり言うことねえんだよな。あんまりだからマイナスがないんだよな、この馬。東京の方が俺は走ると思ってるんだよな。東京で一気に爆発するような気がするんだよな。ラップも合ってるし、この新馬戦。めちゃめちゃ美味しいなと思ってるけどね。あと今週もね、堺流星奇襲に行きたいと。 いう感じで、この、坂井騎手ね、めちゃめちゃ、今年の G1 ね、馬券になりまくってるんでね。ここもあんまりみんな気づいてないんだよな、意外と。めちゃめちゃ来てるんだけどな、あ崎騎手と、坂井騎手は。川原騎手より、成績いいんで、まあ勝ってはないけどね、馬券圏内率としてはね、かなりいいんでね。まああとは、まあちょっと気になるのは、死柄木成績が悪いっていうのと、まあ双方ですね。頭がちょっと高いっていうぐらいでね。その他、ま、 全,く全部当てはまってるね。新エンペラーが一番当てはまってるね。今回のダービー。という感じです。新エンペラー。負けてるのは全部中山っていうのはね。うん、これはうまく隠せてるよね。うん、新エンペラー。では、解体馬2投目行きましょう。解体馬2投目。解体馬2投目は15番、ジャスティン・ミラノ。オッケーきたぜー。ジャスティン・ミラノです。まあ、ラップはね、共同通信愛。 で、まあ、合ってるんでね。これがまあ、上がり勝負だけどね。まあ、まあ、合ってますね。能力値はもちろん1位です。はい。安城も覚醒中の戸崎キということでね。さすがなのはね、やっぱり死柄木出てないですよ。死柄木成績悪いんで、これが長ょ知ってるかどうかわかんないけど、まあ、トンヒ級車ってあんまり感覚詰まってる時は出さない。無理に出さない級車なんでね。っていうか、感覚詰まった方がいい級車なんで、 さすがですね、とも、ともみち先生。しがらき出さなかったのはね。はい。ただね、やっぱね、前走一着がね、22019さっき出した通りなんですけど、そしてまあ、まとでまあ言われてる、まあ自分もね、ラップを見るんでね、時計的な話をすると、さつき賞1分58秒9以下のさつき賞馬、ダービーで、これ2000年からやってるんですけどね、早いさつき賞馬のダービー成績一1016と、 こんな感じで回収値もめちゃめちゃ悪いしね。平均着地も悪いしね。まあ、負傷率25%で。まあ、とんだま、サートルナあリアこれも騙されてましたね、当時。俺は、RI、ロゴタイプ、アンライバルトなんてね、これ。昨日出した動画、ロジーユニバースの時、俺ア、アンライバルトだったと思うけどな本命。多分、同世代だと思うんだけど。 まあ、外しましたね。まあ、騙されましたね、これは。カットのはドラメンテのみです。はい。早い、サツキショーバでカットのはドラメンテのみ。3着は D マジェスティ。ということで、着順がね、こう入れ替わるんですよね。逆に1分59秒0以上のサツキショーバ。5513と、もう副賞率78%でね。信頼度厚いんでね。うんまあ去年もそうだしね。 ま、今年で言うとね、3着のジャンタル・マンタルがね、NHK マイルカップ圧勝。マイルに向いてるサツキ賞だったんじゃないかっていうぐらいでね。2着のコスモ・キュランダですよ。アルアイン3区だからね。だからアルアインが勝った時のサツキ賞そのまんまみたいな感じなんじゃないの要はマイラー色が強いと、時計が早くなるとは。 だから、まあ、俺はジャンタル・マンタルをめちゃめちゃ押したんだけどね。NHK マイルカップの時。ジャスティン・ミラノはね、人気かなりあるんだけど、危ない気がしますね。意外とマイラーかもしれないね。というか、まあ、だからダービーに来ないんだよなうんだ、サート・ナリオもマ,マイラーってわけじゃないしね。その後ア、アリマ記念とかで来たりしてるんでね。まあ、r インはやっぱ2000メートル以下の方が良かったんでね。まあ、ロゴタイプはマイ。 言うまでもなく。ジャスティン・ミラノはちょい危ないかな。まあでも、能力値、安城ともに問題ないんでね。まあ、旧車も含め、全部問題ないんですけどね。まあ、こんな感じの見立てです。はい。<laughs> では、開体間3投目行きましょう。開体間3投目、9番、ダノンエアズロックオッケー来たぜー <laughs> ラップもね、合ってる。 中の4頭の馬の中に入ってますね。i イビーステ a クスこれはねー、Ivy s まあ、ほとんど東京なんでね、この馬あ飼ってるのが。その中でも i イビーステ a クスがね、まあ一番合ってますね。そしてね、まあなんといっても掘り級車ですよ。押すのは。多分、今回出てる級車の中で一番いいんでね、掘り級車が。過去10年で2114ということでね。めちゃめちゃ来て、これ、 ダービーだからね、一生に一回しかないレースっていうのはね、同じ馬がいないんですよ。この成績。2114っていう。バケになってるね、4回。副勝率50%なんだけど、だから4回は全部違う馬ってことなんでね。っていうことはね、やっぱり、旧車がね、ダービー、ダービー馬を作るノウハウを分かってるんですよ。これがね、堀厩車でね、外国人機種を乗せた場合、2111と、まあ、ほぼバケに入るんでね。 怖いですね、これは。しかも安城モレイラーだから。そして IB ステークスでね、レガレイラーに干渉してるからね。あれはなんか、キムテスさんが結構言い訳めいたこと言ってたけどね、あんな消灯数でね、消灯数の東京1800でね、あれもう能力検定テストみたいなレースだったんでね。あそこで圧勝したからもう勝負付けで済んでると思うんだけどね、それなのにね、 オッズはレガレイラの方がね、圧倒的に人気あるんでね、レガレイラの。これは美味しいなと思いますね。まあ明らかにレガレイラは過剰人気なんじゃないかなと思うけどね。まあ先週と同じパターンで買ってるんだろうけどみんな。まああの、やっぱりレースパフォーマンスはね、まあ G1 も出てないんでね。まあ低いんですけどね。ホリキューシャモレイラとラップでね。 まあ、これもおすすめの一頭ですね。ダノンエアズロック。では、2024年の競馬の祭典日本ダービー、解体魔3頭は、ダノンエアズロック、新ンエンペラー、ジャスティン・ミラノ、この3頭です。全 <laughs> 印と買い目はメンバーシップに公開しております。今回は真っ向勝負できます。新内競馬新馬は朝長官で出します。 新内競馬新聞に参加したい方はメンバーシップに入ってください。実況動画もよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。じゃあいくつや競馬の祭典。日本ダービー。明日、本物の勝負を見せてやる。OKAWTV ーー競馬チャンネルいくつや